自分の好みやチームでの役割に合わせてプレイスタイルを自由に変えられるってことね。その通りです。あと8個ある EX スキルのうち6個はそれぞれの V パーツが対応しているのですが、残りの2個はインナーフレーム固有のフレーム EX スキルと呼ばれるもので、覚醒中しか使えない代わりに非常に強力な技になります。フレームタイプによって効果もかなり違いますし、一度使用するだけで戦況が大きく動くこともあるので、この技を基準にフレームを決定する人もいますね。また EX スキルはパーツがなくなると使えなくなりますが、フレーム EX スキルはそういった心配がないところもポイントですね。 EX スキルやフレーム EX スキルについては何度もバトルして覚えていくのが一番ね。ですね。どちらもいつでも好きに使えるものではありませんが、繰り返し使ってみて自分のプレイスタイルに合うものを探していくのがいいと思います。長くなりましたが以上です。他にわからないことがあればティップスを確認してみてくださいね。マリカちゃんすごいね。まだ1年生なのにこんなにガンプラの知識と技術を持ってるなんて。ええ、驚きました。私もガンプラ作りには自信がありましたが、まだまだだったようです。ありがとうございます。なんというか、今の状況で言うことではないのですが、もっと強くなれると思うとワクワクしますね。それなら今調整したガンプラでバトルしてみませんか。え？でも生徒会の許可なしに勝手にバトルシステムを使うわけには。大丈夫です。この部室型は古いですが、バトルシステムがあって通信ができないオフラインならバトルできます。本当？すごい。オフラインでもいいわ、ぜひやらせて。わかりました。すぐ準備します。バトルルームにあるのとほとんど変わらないのね。インターフェースはほぼ同じです。オフラインなので機能制限があるのと動作が少し重いですが。バトルシステム08起動。ユーザー名を登録してください。ん？いつもはこんな表示は。なら初期設定のままでいいんじゃない？ユイ先輩って意外と雑な性格してますよね。え？そう？はい、すぐ頭に血が昇るというか直情的ですし、でもそんなとこも魅力的というか。反省します。入力終わりました。デフォルトのまま登録名はサイドゼロになります。サイドゼロか。それならもういっそ私たちのチーム名もサイドゼロでどう？そういうところが雑と言いたいところですが、特に異論はありません。あなたは？なら私たちのチーム名はサイドゼロで。存在しないはずのサイドゼロが生徒会の野望を打ち砕き革命を起こす。熱い展開、燃えます。それじゃ早速バトルしましょう。はい、先輩たちが3人でチーム、私はサポートに回ります。敵は CPU になりますが結構強いですよ。
トル開始です。実況は私、シャフのリンコが務めさせていただきます。より取り緑だわ。第三勢力の討伐クエストです。複数の敵が相手となるとチームワークが試されますね。クエスト開始。どこから潰そうかしら。ターゲット確認。これより破壊するわ。プレイヤー4撃破されました。見えているわ。もっとことは
ました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエスト失敗か。でもまだ次があるし大丈夫大丈夫。今のバトルって本当にオフラインの CPU 戦だった？いえ、私には普通の G キューブのように思えました。凛子さんの実況も入っていましたし。おかしいです、オンラインにつながるはずは。あれ、どうしたの？誰かからメールが来てます、サイドゼロ宛てに。まさか幽霊みたいな？やめてください、ユイ先輩、そういう非科学的な話。これは定型のフレンド申請メールですね。差出人はレココ、さっきのバトルの相手のようです。でもオフラインだったのよね。こうなると分かりません。もしかすると生徒会管理外のサーバに接続していたという可能性も。何分古いシステムなので私も詳しくは。とりあえず考えてもしょうがないか。それならそれでよしってことで、結局バトルできたわけだしね。ユイ先輩ってやっぱりいい性格してますね。それより考えなくちゃいけないのは今後のことよ。ですね。私ね、ずっと考えていたの。どうすればこの学園を元の楽しかったガンブレ学園に戻せるのか。どうすれば今のこの生徒会のやり方をやめさせて誰もがガンプラバトルを楽しめるようになるのか。そのための方法は一つしかない。それは今の生徒会が教えてくれたことよ。まさかユイ先輩。ええ、強いものが正義。それなら私たちが今の生徒会を倒して新しい生徒会を立ち上げる。新しいルールを、ガンプラを楽しむための校則を作る。それが私の作戦よ。名付けて
V 作戦はベタすぎますよ先輩。じゃあ星1号作戦。被害甚大です。あーもう、作戦名は後で考えるからよし。それよりリーダーを決めないと。ちなみにリーダーとして登録すると手持ちの端末とこのオンラインバトルシステムがリンクします。バトルの予約や専用メールの送受信、フレンドとのボイスチャットも手持ちの端末でできるようになります。これはこの学園独自のシステムですが。便利なシステムだよね。それで私はリーダーには彼がふさわしいと思うんだけど、どう？ユイ先輩がそうおっしゃるなら異論はありません。私のガンプラうまく扱ってくれるなら。推薦ありがとう。でもやめておくわ。私もあなたならできる、そんな気がしているの。それじゃあリーダーは君で決まり。ここから学園を変えていくわよ。えいえいおーおー。